吸い取ろう。どうもな小僧。助けてあげたのに。何のことだ。まさか父さん。父さん、これは幻。スコーピオンを発見。ジャーヒーロー。父さんはただ諦めが悪いだけさ。諦めが。諦めが。諦めが。マイルズ。マイルズ。母さん。これ、フェノムパワーの制御が効かない。マイナマ、リーがさらわれた。スコーピオン、
僕が守る。僕がやらなきゃ。君の家族に危害が及ぶことは絶対ない。君ならやれる。すぐに戻るよ。ああやれる。最後か。スパイダーマン、まずいことになった。イーストリバーが燃えてる。Come on!
て。僕が止める。僕が来たからもう平気。殺しにする気だったな。俺には大事なものを奪われた。救助の船が到着し始めたね。警察の捜索は難航中。そっちはどう？瓦礫しかなかった。あいつら誰なの？誰であれ、ヤバい武器を持ってるのは確か。スコーピオンとリーも奴らに奪われた。マイルズ、狙いが何であれ見つけ出して阻止しよう。そうだね。ピート、あの船でリーを見つけたとき、力が突然。君とリーの力が融合したってこと？わからないけど、この力は危険かも。でも。その青い電気のおかげでみんな助かったんだ。マイルズ、リーは見つけて捕まえる。必ずね。いつものは？そういう気分じゃない。拗ねてないで。ほら早く。笑える。大丈夫。
マイルズ、やっと留守電じゃない声が聞けた。位置情報を送った。来てくれるか。あの、おじさん。なんだ、俺に会う暇はないか。ほら、出所後だし、一人になりたいと思ってさ。気にするな。それに、けじめをつけるべきだ。けじめ？待ってるからな。とにかく会って終わらせるんだ。そしたらリーとスコーピオンを探そう。まずいことが起きそうな気がするし。